今日はね、何をするかというと、バイラが提唱する職場の素敵な先輩、これを元にしたあるテーマのメイクに挑戦していただきます。うん、永井さんが見るんでしょ？そうなの。怖いよ。するんじゃないよ。するんじゃなくて。やってほしい。そう、自分でやるんです。私がその愛ちゃんをメイクする姿を別室でモニタリングしながら、チェック&再生をしていこうと思うんだよ。ドキドキだよ。愛ちゃんはね、上手だと思ってるよ。いやいやいや、そういうのがプレジャーです。難しいアイテムね、クリームチークを果敢にもチャレンジしました。おーっと、なんだこの技は。これすごいと思う。これも今日一番の驚き。じゃーん、私の必殺技、オフィスのメイクにですねぶっこんできました。今回のテーマはですね、5個下の後輩からの人気爆上がりな先輩メイクです。5個下ってこと、31歳ってことか。具体的にね。OK? モーニング娘。23 の、ちょっと生田絵里奈ちゃんからいいなって言われるようなメイク。そこだね、もう。生田は全然30代でもないんですけど、ちょっとなんか、メイクイコールなんか、生田がすごいメイクが好きなんですよ。なるほど、なるほど。だからちょっと、ああ、高橋さんって言われるようなメイクっていうのでやっていきます。いいと思います。愛ちゃんの思う素敵な先輩像って私もすごい楽しみ。見たい。最初から言っときますけど、一般像ではないです。え？ファンタジー、ファンタジーだと思ってください。ファンタジー先輩？それではメイクルーティン始めていきます。まずはですね、こうスキンケア終わってる状態なんですけど、まずは下地を塗っていきます。これはラロシュポゼのトーンアップクリアですね。お、トーンアップ下地ね。これもうね、ほとんど使いすぎてね、すごい軽いんですけど。これをまずはこうやってやっていきます。これだけでも肌がね、すごい綺麗に見えるので、これが必須です。手慣れてるね、愛ちゃん。からクッション塗っていきます。インスを使ってるんですけど、バンコクコスメのクッションね。こういう感じ、おしゃれなアイテムだよね。そこに H って前にトレンドアイテムをいった。こういうふうに、結構優しいタッチで丁寧につけてる、いい感じ。塗っていきます。クッションってすごいこうバシバシ叩いちゃう人が多いアイテムなんですけれども、すごく丁寧に乗せてるのがいいね。あ、これ使う時もある。これお、ここで、あら、水なんですけど、なんとスポンジを濡らしました。すごい。このね、スポンジを濡らすの後で愛ちゃんにも聞くけど、おそらくお化粧崩れを防ぐっていう意識のもとやってるテクニックのはずなので、それを分かってやってるとしたらすごいと思う。やっぱりオフィスってお化粧崩れしたくないじゃない。今回素敵なイメージを作るのもそうですけど、やっぱりお仕事勤務先で崩れないっていうところをなんか意識しているような、このテクニックは素晴らしいですね。これはコンシーラーですね。なんかね、真ん中に美容液かな、なんかが入ってるんですけど、これをこう例えばニキビがここできちゃって、あとできちゃったんですっていうところに、こう割と固めなんですけど、こういう風にね塗っていきます。なるほどね、いい工程でした、はい。そしたらちょっと眉毛描いてるんだけど、眉毛を塗る前にこれは必須なんですけど、もうね、中がね崩れんじゃねえかって、もう全然これもうなくなってはないじゃんかな、なんですけど、これをこれは喜んでるよ、このパウダーも。こういう風にねグリグリグリやって、このね、例えばこうスキンケアしたら油分がこうついたりするじゃないですか。それを払ってあげるというか、こういう風に眉毛を描きやすくするためにこういう風にやって、これはどっちかっていうとピンクとパープルとかのやつを塗っていきます。こちらシチュアートですね。これね、ここが鏡になってるから、すごいここでこのままやることもあるんですけど、これを使います。もうブランドなくなっちゃった、イニスフリーなんだけど。ブランド名ここにあったんですけど。これを使って
もうシャーってシャーって染色。あいちゃんは今そのリフコで眉の土台を作った後にパウダーで眉を描いてるんだけれども、ちょっとだけ残念だったのが、もしかすると一回ねスクリューブラシっていうブラシで眉毛を溶かしてから、せっかくリフコで肌をサラサラにしたから摩擦を加えて眉毛を整えてから描いた方が良かったかな。でちょっと描きすぎたって言ったらこれがあるから、スクリュー。あ、今整えてるね。描く前にやるのがいいかも。こういう風にやります。これ私が作ったアイムミックスっていう、あ、知ってますよ、アイちゃんのコスメだよ。クリアマスカラのはずなんですけど、めちゃ使いすぎちゃってはい、このアイちゃんのプロデュースしているアイムミックスの透明の眉マスカラ、これは実は私も愛用しているアイテムで、すっごい毛流れがね綺麗に整うんだよね。形をこう整えるっていうのに使ってます。こういうの毛の流れちょっとお仕事できる感みたいのもこの眉毛の毛ながらを整えるって行為で出てくるので、そこに対してもこのアイテムはいいと思う。ちょっと乾かします。その間に根元をやっていきますか。うん、これにしよう。これも私は、あら、次もアイムミックスの知ってる知ってるピンク方ですね。このラメを使っていきたいと思います。ゴールドの方のカラーのセットされたパレットだね。ラメはすごい楽だから。しかもあいちゃんファーストタッチ指でいきました。ほさっと、やっぱり指でのせるっていうことが、実は結構曖昧な仕上げになるので、まあ、抜け感が出てくる、テクとして私も指を結構推奨してます。どうしても付属のチップとかでアイメイクってやるんだけども、そうするとね結構きっちり仕上がっちゃうんだよね。今回やっぱ抜け感があっておしゃれな感じの先輩像っていうのも大事だと思うので、指を使ったっていうのが良かった。一番端っこのやつ、これも使っていきます。これね、これがちょっとこうちょっと光るんですよね。なのでちょっと高いところにこう塗ってあげて、ハイライトも入れてるね。ツヤを出してあげます。アイシャドウをハイライト使い、ちょっとこの辺の手つきはちょっとだけ、ちょっとだけ、もうちょっとだけ丁寧にしてほしいかなっていう気は。分かる。ファンデーションをした後にハイライトをのせるときにやっぱ優しくさすらないとファンデーションが剥げちゃうんだよね。あいちゃんもうちょっとそこ優しくしてほしかったかなっていう気はしました。で最近これゲットしたやつなんですけど、エチュードパレットを使っていきます。でもあんまりね、長井さんに聞きたいんだけど、この間韓国のメイクアップアーティストの方にこうレクチャーしてもらったんだけど、よく考えたら私やってもらってるから全然見れなかったんですよだからどういう風に自分がメイクだったのか全然覚えてないんで、ちょっと教えてください。後で流した後で教えてもらいたいんですけど、使いたいのはこのラメです。めちゃめちゃ大粒のこの大きいラメを取ってこう下に、はい、下まぶたにラメだけのせたね。こういう大粒のラメってとっても華やかなので、こう気分が上がるから大胆に施したくなるんだけど、愛ちゃんはちゃんと今スポットで、目の本当に下の狭い範囲だけ使っています。これはやっぱりオフィスメイクにおいてはとてもいいさじ加減だなって思います。あとはチークいきます。大さじを使います。ちょっとパールが入ってるんですけど、はい、大さじの、大さじはいつも名前が可愛くて、これことづてって言うんですよ。ことづてってすごいなんかよく思いつくなっていう感じなんですけど、ことづてをつけていきます。でこれね、なんかこうチークって難しいなと思った時にこういう風に、まあ難しいアイテムね、クリームチークを果敢にもチャレンジしました。おーっと、なんだこの技は。すごいこれすごいと思う。これも今日一番の驚き。時短もそうだし、片方ずつやるとチークって結構左右非対称になりがちなんだけれども、同時に捉えることでポジションの取り方が結構対称になるんじゃないかなって今見てて思ったから、すごいよかった。私もやろう。サッシーのブランドです。これすごいマットで好きなんですよね。こういう風にまつげを上げて、結構上げてる。マスカラも大さじですね。これね、何色っていうんですかね、なんかブルーみたいな、グレーみたいな色です。これが最近好き。マスカラもね、これは何ていうの、
け感とトレンドがもう合わさった素晴らしいからだよね。おぼろ好き、おぼろ好き、おぼろ好きだそうです。これなんかマスカラ塗ってる顔って面白くない？そうなんだよね、マスカラ塗ってる顔って変な顔になっちゃうんだよね。なんかすごい自信を持って手を動かしてる感じが本当にいいですよね。あ、そうそう、あの頼れる先輩がありますね。私の必殺技、これ実はザラなんですけど、んザラのシール、シールあるの？シール出してきたよ。シールなんです。これを顔に貼っていきます。あーちゃんが顔にシールを貼ります。ファンタジー先輩ってこういうことだったのね。 K-POP メイクなんかに代表されるストーンやこういうシールを使った少しポップなメイクアップが最近たまに見かけると思うんだけれども、それをですね、愛ちゃんがこのオフィスのメイクにですね、こうぶっ込んできました。あ、可愛い。いいじゃん。嘘でしょ。もう眉毛も可愛いと思うので。いや、メイクって楽しいね。やだ、ブラボー出ました。あとはリップ、ちょっとツヤっとツヤっとさせたくて、これでもあんまり色出ないかな。これはすごいよ。これはどう採点しようかな。すごい独創性があるし、うん、かわいいね。もうちょっと色入れた方がかわいいかなと思った。なあ、これの濃い色もあるので、うん、これをちょっと入れてみます。何するの？またあんま塗ったことないから。2色目、リップ2色グラデーションリップにするのかな。これはすごいですね。リップを2色使いして、うん、いい少しやっぱりそこにもワンアクセントできた。できたよ。すごい。できました。じゃあ、ありがとうございます。すごかったけどさ、うん、立ってたの？え、そうなら私毎日立ってんの。え、セブンドで立ってこうやってメイクしてるんですよ。立ってたんだ。そうなんです、実は。だから何の違和感もない。てか、むしろ椅子どけてもいいですかって言っちゃった。スムーズ、え、落ちず、なんか、はい、やりやすいの？そう、なんか家のようにできました。はい、じゃあ、あいちゃん、お疲れ様。感動した。ちょっとうるうるしてよ最後。本当ですか？すごいものを見せてもらった。そんな。ファンタジー先輩でね。ファンタジー先輩。俺がファンタジーだった。シールは大丈夫。ついてるついてる。取れたかなっていう。びっくりしました。もうね、本当に愛ちゃんにお伝えしたいことや聞いてみたいことがいっぱいありましたので、メモしたんだけど。まずはさ、途中で濡らし、スポンジを濡らしたじゃない。あれはやっぱり崩れないためっていうか。塗りやすい。塗りやすい、うん、あ、そういうこと、うん、なんか違った。ごめんなさい。いやいや、その方がいい。もうおまむろにザーッと濡らしてさ、うん、その方が、うん、塗りやすい。いいんです。そう、実はそこすごくって、うん、塗りやすいのもそうだけど、うん、スポンジが湿ってると、うん、それでヒンスのクッションつけたじゃん、うん、それでつけると、うん、それだけであのファンデーションが崩れにくくなるのよ。そうなんだ、結果オーライ。私知っててやってるテク、結果オーライ、濡らしスポンジのテクニック知ってるんだと思って。そうなんですね、すごいなと思ったんですけど、うん、あとはリップをこれを眉毛にのせてたじゃない、うん、眉を描く前に、うん、これが素晴らしかったですね。おー、よかった。一個だけちょっと残念だったのは、の、うん、せた後に眉毛を描く前に一回これで、はぁ、そうそうそう、なるほど、白いなって思う時ありますね。白いのをちょっと馴染ませてから描くとよりグーだったので、うん、わかりました。これは描いてる途中にスクリーンブラシを使っていたんだけど、うん、描く前にも使ってほしいなって思いましたので、うん、そこだけちょっとアドバイスなんだけど、うん、あとはなんといっても最後にまさかのこちらの箱、うん、あ、何が出てくると思ったの？そう、ザラなんですよこれ。え、ザラなの？そう、かわいい、いろんなのある
じゃん。こんなに入ってないです実は、うん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 、でもなんかいろいろ買っていろいろ入れてる。もうなんか絶対あーかわいいみたいな。なんか私すっごい光ってるのすごい好きなんで、で逆についてる人を見るとあーかわいいって思うんですよ。なのでこう日常的にもなんか1個2個だったらいいかなと思って。すごい提案だよねまさかまさかの、うん、普通じゃないところはここだな、ここだったんだね、ここで出せるなと思って。馴染みが超いいっていうより、うん、こう際立つポイントがあることで、うん、会話のきっかけになるなと思いました。そうなんですよ、ありがとうございます。それ5歳様ね、嬉しい。好感度だよね。しかもなんかこうなんかちょっと大人っぽいラメなんですよ。黒いちょっと、そうちょっと黒いんですよ。それもなのでこう白っぽいとやっぱりこうステージ感が出ちゃうと思って。そうほら韓国アイドルみたいなさ、うん、白パールみたいになってきちゃうとさ、うん、ね、つけてますって感じなので。ということで今回こんな愛ちゃんの5個下の後輩からの人気爆上がりな先輩メイク、うん、これはね私ね、うん、ちょっとチェック項目を考えました、うんうん、まずトレンド、そして抜け感、うん、親しみやすさ、うん、仕事できるか、できるかの清潔感、清潔感4点満点のトータル20点満点で採点をしました。はい、じゃあ見せますね。はい、じゃーん、めっちゃ高くない？めっちゃ甘くないですか？だって甘くないよ、すごかった。私も泣きそうだったって言ったでしょ、まあ、結果オーライだったところはなくて、まあ、ありましたありました。もうやっぱりもうなんといってもストーンメイクというものをね、あのデイリーのオフィスに、トライしようというその、マインド、まさにトレンド性が最高潮でございます。意外とやっぱりこのマスカラとかもさらっとフレッシュなものをやっていたりとか、アイラインでぐるぐる囲んだりとかしてなくって、ストーンとかも持ってるんだけど意外と抜けてんだよね、あちゃんのメイク。嬉しい。一通りやってるんだけど、ちゃんと抜け感も保てていたので5です。で、まあ、そのね、仕事できるかっていうところ確かに仕事できるか、これも取れちゃったからね、こっち側ね。なのでちょっとそれ取れちゃったりなんていうこともありますし、うん、まあ、ストーンメイクもしかすると少し持続性が難しいので、そうなんです。だからちゃんとつけたいときは、まつげのり、あ、すごい、がいいと思います。そうだね、長時間キープのときはね、今日お粉とかをね、あのまぶたには使って、もう少し肌の部分にも、あのお粉を少しお仕事メイクのときは T ゾーンだけとか、確かに、そうそうそう、こういうのね、そう、ちょっとこのこと、これ使ってる、これ持ってる、今やってます、今やってます。そうなんですよ、これをちょっと入れることで少し、清潔さ、涼しげ感とかね、うん、なので、まあ、ちょっと4にしたけれども、まあ、総じてこんな感じでもすごい高得点、素晴らしかったです。嬉しいです。アイシャドウ教えてほしい。どこが言ってたやつか、韓国のパレットってすごい似たような色でグラデーションになって難しく見えるんだよね。難しいんですよ。どっちかっていうとこの辺がもうわけわかんないじゃん。そうなんですよ、これどこに塗ったらいいんだろうって。だから私なんかやっぱりこの辺もハイライトとして、さっきのアイちゃんのさ、あれじゃないけど肌にあのもたらしたりもするし、この辺はちょっとノーズシャドウにやっぱ使うんだよ。そっか、この辺って眉の仕込みとかノーズシャドウに使うことができるし、比較的こっち側はなんかこうこれだけで見せるっていう仕込み、そう、なるほど。だからアイホールにうっすら乗せて見えるか見えないぐらいの陰影、その後に例えば好きなアイメックスのパープルを乗せるとか、まあ、仕込みパレットみたいな感じで韓国コスメって使ってあげるのがいいのかな。なるほど。アイシャドウのメインっていう風に思わなくても、なんかもしかしたらみんなの毎日の楽しみだったりとか。なるほど、すごいね。やっぱ普段からメイクをしている人っていう感じが、とっても勇気をもらいました、うん、おー、ありがとうございます。嬉しい、はい、楽しかった。ファンタジー先輩、ありがとうございました。なんでもないです。ということで本日は高橋愛さんにテーマメイクに挑戦してもらいました。愛ちゃんお疲れ、ありがとうございました。私も動画楽しみにしてます、うん、だって永井さん何言ってたか知りたいから